改めまして皆さんこんにちは。マスクを取ってここから始めていきたいと思います。12月のあと残すところ行政は残すところ2日ということになりましたし、もうあと1週間もすると新しい年が2022年が始まると思うと、なんだか今年1年間を振り返るのと同時にまた新しい年に対してワクワクをしているところであります。昨日は水谷隼選手と伊藤美誠選手が凱旋報告会をヤマハスタジアムで行ってくれまして、その前にはこの市役所の中で美誠選手が表敬訪問をしてくださって、そしてまた郵便局の計らいでゴールドポストを設置するということで、まさに今年1年間を象徴するような2人の金メダルの報告をヤマハスタジアムというあの場所でできたということは感無量でございました。市民の皆さんも喜んでくれておりましたし、また何よりも本人たちがやってくれてよかったっていうことを、心の底から言ってくださっているのを聞きまして、よかったなと、職員たちも頑張ってくれましたし、心からよかったなというふうに思いました。それから、スポーツの街でいきますと、土曜日には静岡ブルーレヴズとの、この近隣市町4市との連携協定もありましたし、また昨日静岡産業大学の女子のサッカー部が今全国の女子の大学選手権を戦っているんですけれども、そこで昨年の優勝チームを PK で破るということもありましたので、年明けもまたスポーツの話題で岩田市は盛り上がるんじゃないかなと期待をするところでございます。最近のまた近況報告でいきますと、11月定例会が先日終わりまして、子育て世帯への給付金10万円ですね、話題になりました10万円の給付も確定をして、中学生以下の児童手当いただいている方々についてはもう12月24日に支給済みということでありますし、高校生世代だとか公務員の方だとかの一部の方については年明けから申請をいただいてということになります。いろいろありましたけれども、これも無事支給できてよかったなというふうに思っております。11月定例会の話題でいきますと、10月のこの定例記者会見の中で国保の税率改正の話をさせていただきまして、あの時も一部提言の話を、答申いただいたものから一部提言の話をさせていただきましたが、無事これも議会の皆さんにもご理解をいただいて税率改正をすることができました。国保は持続可能な国保財政に会計にしていかなくちゃいけないということがまず何よりのところでありますので、それに対しても対応ができたということはほっとしているところであります。それから議会の話でいきますと、代表質問があってある程度来年度予算に向けての話が私自身もできたなと思っておりますし、またメディアの皆さんにもいろいろな形で記事にしていただきまして、これについては改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。初めての代表質問でしたので少し戸惑いながらもありましたけれども、しっかりと向こう側に、議会の向こう側にいる市民の皆さんにメッセージが伝えられたかなというふうに思っております。あと最近の話題でいきますと、コロナが落ち着いてきているわけですが、これももうすでにリリースは出しましたけれども、12月の16日にこの西部保健所管内の七市町で県に対する提言書を出すことができました。今この落ち着いている時だからこそ、次の第6波に向けての、オミクロン株がどうなるかわからないにしても第6波に向けての準備をということで、七市町連携しながら協定書、提言書が作れたということに関しても大変嬉しく思いますし、こういう連携がさらに進むといいなというふうに感じているところでございます。さて、それでは重大ニュースに入る前にですね、今年の漢字ということで、今年の漢字を例年もやっているということもありますので発表をしていきたいと思います。今年の岩田市の漢字でありますけれども、私が考えたんですが、昇る、昇ですね、この一文字を選びました。理由はいくつもありますが、皆さんイメージ通りだと思いますが、準美誠2人の選手も金メダル取ったわけですが、前回のリオから、リオの時にはそれぞれメダルはかけてきたけれども金メダルを取りたいと言って、ここからまた新しい出発を切ったあの5年前から
ずいぶん、まあ、上昇気流に乗って、金メダルを取って上り詰めてくれたなというところが1点、それからもう一つはジュビロ磐田の J1 への昇格というところ、 J2 の優勝というところもこの賞の字にぴったりであります。また花火を見たときに、コロナの感染が少し、みんなの気持ちをざわつかせていたときに、花火を見て、昇る花火を見てほっとして落ち着いたというところもあって、それもありました。あと私自身が新しい姿勢を担わせていただくことになりましたので、これからこの昇る上昇気流で頑張っていきたいなと、まあ、そんな思いも込めて、この昇という字、昇るという字に決めさせていただきましたというところから始めて、2021年、磐田市の重大ニュースというところから今日の記者会見は行っていきたいと思います。まず1位、まずはこのですね、重大ニュース、今年は皆さんのお手元の資料にもあります通り、12月の8日から19日までですね、SNS やホットライン、ウェブサイトを通じて皆さんから募集をいたしました。1286人の投票がありまして、昨年を見てみますと1100人ほどで、ちょっと昨年が1165人ですね、昨年から比べると少し投票していただいた方が増えたなというふうに思うわけですが、1位はこの日産に伊藤ペアが東京2020オリンピックで金メダルということになりました。続きましてどんどんいきます。第2位はジュビロ磐田 J1 昇格、 J2 リーグ優勝決定、そして第3位が新しくなった今の浦公園がオープンということになりました。重大ニュースですから4位以降はですね、4位は私が初登庁ということを選んでいただきまして、5位が長藤楽譜の小中一体校の開校、6位が中山雅史さんのジュビロ磐田のコーチ就任、そして7位がスマートインターチェンジが北部に7月に開通いたしましたので、これを選んでいただきました。8位がスポーツの街の項目で全国第1位、9位がヤマハ発動機ジュビロ、ラグビーの五郎丸選手が引退ということ、そして10位が、水谷隼選手、伊藤美誠選手への感謝の気持ちも込めて市内17カ所で花火という、この10番までが決まりました。あれと皆さん思ったかもしれませんが、コロナのニュースが入ってないんじゃないっていうふうに皆さんは思ったと思うんですが、選んでいただく項目の中に、まあ、コロナワクチンの関係を中心にこう入れてあったんですけれども、磐田市民の皆さんは明るいニュースがやはりお好きというよりも、やはりそこに注目が集まったのかなというところで、コロナの案件いくつかバラバラ入っていたんですけれども、全部足しても233票ということで、この全部足しても10位のところにまでいかないような票数でありましたので、まあやはり磐田市民の今の今年の姿勢というか、まあ今年よりもこの年末に、この12月に入ってからの気持ちの表れかなというふうに思っております。明るいニュースが多かった磐田市でありますので、来年も明るいニュースを少しでも届けられるようにしていきたいなというふうに思っておりますし、この1位2位の票を見ていただきますと、先ほど言った1200人が票を入れていて、1060人、1019人ということで、約9割ほどの方々がこの2つのところを評価していただいているということは、やっぱりとにかく明るいニュースは磐田市はスポーツかなというところも感じているところであります。いずれにしても来年もこういういいニュースが飛び込んでくる1年にしていきたいなというふうに思っております。続きまして 1R から100平米からですね、始められる農業へということで、小規模農地などの有効利用をこれから図っていくということで、新たな仕組みを創設をさせていただくことに今方向を決めているところでございます。これについては磐田市は担い手農業者への農地貸付実績はこれ県内実はトップクラスなんですけれども、小規模の農地ですね、100平米というと10メーターかける10メーター以上ですから、まあ、これは相当小規模なんですけれども、この部分での小さな農地の使い方、使い道というのがなかなか難しい現状がありました。
私自身もですね、近くに農地借りたいな、畑借りたいなと思っても、今までの仕組みでは実は借りることができなかったわけであります。そういったことをクリアするためにですね、荒廃地が危惧される小規模農地の有効利用を図るとともにですね、新たな担い手を小規模のところから始めてもらってというところも含めて、本市独自の基準として、利用権設定による小規模特例制度創設をしていきたいと思っております。対象者はまさに市民農園や家庭菜園などの栽培経験ということで、ほとんどの方が対象になりますし、農業研修の受講経験だとか農業実習のある方も含めてですね、とにかく多くの方に農業というところを入り口としてまず入っていただくというところが、これからの人生100年時代の生き方の中でも大切なところかなというふうに思っております。制度の概要についてはここに明記されている通りでありますし、期待される効果も先ほど言ったところでありますが、これにより耕作放棄地も増えていくのと同時に、市民の皆さんが気軽に農業というものに触れていただく機会が増えていったらなというふうに思っております。こちらですね、はい、期待される効果で、スケジュールについては4月から受付を開始いたしまして、7月の1日から農地利用スタートということになりますので、またその時にはメディアの皆さんにも取材に来ていただけるとありがたいなというふうに思います。はい、次3点目です。3点目はワクチンの接種についてです。だんだんこのワクチン接種関係が、私の定例記者会見でも恒例になってまいりましたけれども、3回目接種の前倒しの対応と接種証明書のデジタル化を進めていくということであります。ワクチン接種の3回目については、接種場所を個別とそれから集団接種と、やはり ここは2パターンに分けていくということ、個別は56医療機関で、集団接種も接種センターと、それからまたこれから高齢者に入ってまいりますので、車を運転されない方ということも考えると、できるだけ近くということで、福出流用豊岡の地域での集団接種も合わせて行っていきます。使用ワクチンは報道されているようにファイザーとモデルナを併用で使っていくということになります。できるだけとにかく事故、できるだけというか必ず事故が起こらないようにということは意識しているところであります。接種券を約2万人分になりますけれども、令和4年の来年始まって1月の下旬ごろに送付をして、2月初めから接種を始めていきたいというふうに思っております。で、予約システムが今までは磐田市は LINE とそれから、電話という2パターンでやっていたわけでありますけれども、これからはインターネットでの申し込みもというところで、予約システムを少し変更すると、よりスムーズに皆さんに予約していただけるようにということを意識をしているところでございます。そしてワクチンのデジタルパス化ですね、ワクチンパスポートのデジタル化は、これも皆さんご存知の通り、もう12月の20日から始まっております。で、デジタル化される前の発行件数は800件でしたが、デジタル化されてからは今1737件ということで、電子版やはり相当多くの方、多くの方といっても人数全体の数からすればごくわずかでありますけれども、1.何%というところでありますが、だんだんと皆さんが興味を持ってワクチンのこのパスポートに対して発行していただいているということがわかるかと思います。いずれにしてもこのコロナワクチンについては、市民の皆さんからの問い合わせも、連日のように入っているということでありますから、パスポートそれからワクチン接種ともどもですね、市民の皆さんの不安が少しでも解消するように、迅速かつ不安に寄り添えるような対応に心がけていきたいというふうに思っております。今回の12月の定例記者会見の内容は以上になります。今年4月に当選してからこれで8ヶ月が経ったわけでありますけれども、皆さんにさまざまな形で取材に来ていただきまして、本当にありがとうございました。新しい年も先ほどの上昇は今年2021年1年でしたけれども、さらに高めに上っていけるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の定例記者会見もありがとうございました。